します。関門高校背番号15番西美月選手に代わりまして背番号10番静香由衣子選手が入りました。Thank you.
選手の交代をお知らせします。飯能高校背番号10番静香由衣子選手に代わりまして背番号12番新田小春選手が入りました。背番号13番菅原のぞみ選手に代わりまして背番号7番吉田彩乃選手が入りました。
Come on!
の今の得点は後半25分伊豆高見高校審判今尾明子選手でした。
今試合が終了いたしました。第1試合女子準決勝、岐阜県立岐阜各務野高校と埼玉県立飯能高校の試合は2対0で岐阜県立岐阜各務野高校が勝ちました。岐阜県立岐阜各務野高等学校は明日の決勝戦に進みます。両校の監督の先生は助手席にお越しください。会場の皆様にお知らせいたします。これより会場の散水を行いますのでご注意ください。